富士屋プレゼンツスノーマンのスノマンマ、こんばんは、スノーマンの目黒蓮です。深澤達也です。富士屋プレゼンツスノーマンのスノマンマ、今夜はこのコンビでお送りします。お願いします。お願いします。ですね、はい、去年の8月以来3度目のコンビ。意外とじゃあやってなかったのかな。そうなんだ、俺もね、でもやってないイメージある。あ、まあでも久しぶりなイメージ。確かにね。でもだからこれ一番いいよ、この感じが。あの正面で目黒蓮っていう顔を拝めるからね。俺からしたらもう、でも俺からしたらこんなさ、だって今聞いてるリスナーのみんなはこんな距離で目黒蓮の顔なかなか見れないよ。すげえ。だからニューシングルオレンジキスの、うん、ニューシングル、あ、そうだな、はい、ニューシングルオレンジキスの、リリースまであと1ヶ月を切りました。すごい。そしてですね、はい、まあ昨日ミュージックビデオもプレミア公開されましたが、皆さん見ていただけてますでしょうか。うん、さあ見てくれたかな。うん、まあ、僕たちはね、まだね、そう、こうまだあの完成を見ることはね、今はできてない、今この現状は、はい、うん、収録日はね、こうできてない状況なんですけど、うん、でもなんか復活さん的にどうでした。あ、いや結構今回は正直言うと結構漏れてると思います、うん、あのストレートに言うと、あの結構さ、そのジャケ写とかも、うん、まあまださ公開にはなってないのかな、ジャケ写とかわかんないけど、うんうん、あの結構ね、そのちょっとなんか彼氏感、彼氏風みたいな、うんうんうん、ちょっとなんかキュンも、ね、なんか彼女目線の自分たちみたいなあったじゃないですか。うん、俺あれ結構得意なんだよね、その。うん、ああ、得意なんだ。あれ結構得意なジャンルの方、俺の中では。あ、そうなんだ。そうそう。だから結構、結構スタッフさん、その撮ってくれてるスタッフさんとかも、上みたいな。え、マジかっこよくねみたいな。あ、もう結構感覚があったわけ。結構正直結構打っちゃってる、ホームラン。あ、うん、やばいね。じゃあこれはちょっと楽しみで。いや、楽しみ。あ、今、え、の外にいる佐久間さんの顔が、目が。あれ目が。目がなんか。何言ってんの、ま、お前っていう目してますけど。いやいや、ちょっと待ってくださいよ。これは特に、ちなみに、目はどうだった、こう、まあ、ミュージックビデオ撮影とかもね、はい、ありましたけど。いやいや、もうね、すごい楽しく、やれたし、うん、やっぱ楽曲もすごい素敵なね、楽曲じゃないですか。そうなのよ。だからこう、スノーマンの、みんなでこう、ちょっとわちゃわちゃってしてるシーンとかもあって、うんうん、そういうのはね、スノーマンの本当そのままのね、マジで素の感じで、はい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 、あの撮影できて、スノーマンの良さがいっぱい詰まってるんじゃないかなと思うんで、うん、まあ、ちょっとぜひ皆さんにもね、たくさん見ていただけたら嬉しいなと思います。はい、そして SNS で使っていただきたいこの番組のハッシュタグがあります。うん、ハッシュタグスノマンマです。聞きながら感想をつぶやいてこの番組を盛り上げてください。はい、それでは今夜もスタートです。スタート。富士屋プレゼンツスノーマンのスノマンマ、この番組は富士屋の提供でお送りします。富士屋プレゼンツスノーマンのスノマンマ、番組前半はスノトークの時間です。うん、近況を話したりメールを読んだり、うん、ゆったりとスノトークを繰り広げていきます。よっしゃ。それでは、リスナーの皆さんから届いたメールを紹介します。よっしゃ。深さん、じゃあ OK、 俺が行くわ。はい、お願いします。千葉県ですね。ラジオネーム目黒くんと同い年のみーさんですね。うん、お、みーさん、はい。どうしても目黒さんに伝えたいことがありメールをさせていただきました。ありがとうございます。昔なんかの雑誌で、はい、目黒さんが小学生の頃、うん、学校にランドセルを置いたまま帰ってしまったことがあるという記事を拝見し、うん、私も小学生の頃ランドセルを背負わずに置いたまま帰ってしまったことがありました。うん、そのことを知って思わずクスッとしたと同時に目黒さんと似ているような気がしました。うん、今はいい思い出話として友人に話したりしています。社会人になってからは忘れ物しないようになりましたが、うん、目黒さんは、最近忘れ物はしなくなりましたか、うん、それともまだ忘れんぼさんですか、ということでございます。なるほど。でもどうなんだろうね、昔と比べると確かにめめあんま最近しなくなったね。そうだね。うん。しなくなったね。うん、なんか結構さ、その現場とかです、うん、にさ、ちょっと帽子が置いちゃってたりとかさ、ちょっとちっちゃいバッグ置いちゃってたりとかあったじゃん。うん、結構ありましたね。でもさ、ランドセルをさ、うん、忘れるという、あるんだね、そういうことが。俺もその、俺が一番びっくりしたよ。そうだよね。あるんだ。
っていう、ランドセルを置いて帰れることが。せさ、ちなみにさ、途中では気づかないの？その、家、どこで気づいたの？そのランドセルは。あ、てかね、俺、なんか、どうだったっけ？なんだっけ？そう、確かに忘れたんだけど、あんま、もう覚えてないんだけど、それもすごいんだよな、逆に。もう、そう、普通にランドセル忘れて、もう多分家帰ったと思う。あ、で、すごいね。ランドセル取りに帰ったのかな？あ、戻ったのかな、それ。学校に？うん。すごいね。え、ランドセルさ、ランドセル何色だった？うわ！え、あ、でもね。ちょっとランドセルから話広げる。でもさ、俺はさ、まあ、小学生の時代が結構前になるわけよ。うん。あ、もう、20年ぐらいになるのかな、小学生の時代が、うんうん。その時に、黒だった。やっぱ、その時は定番の色しかなかったな。うん。メメの時はあった。そのバリエーション的には。結構ね、もう、色で遊び出してる、うん、来てるぐらいの時だったと思う。あ、嘘？そう、でも俺は黒だったんだ。ああ、まあ、そうね。黒で、うん。いくつ、小4ぐらいかな、小4、うん、5ぐらいの時に、うん、なんか俺のお父さんが、うん、あの、まあまあでかい、なんか英語が書いてあるステッカーを持ってて、ね、うん、はい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 。ほんと、手のひらぐらいあると。男性の手のひらぐらい。相当でかいんだよ、ね。指先からっていうか、このもう、手首ぐらいまで。あ、手首ね。うん。の、ステッカーを、なんか赤いステッカー、うんうんうん、それをその俺の黒のランドセルの真ん中に、うん、お父さんが死んだ、お前これ貼ったらお前超イケてるぞみたいな。メメの父ちゃんっぽいな。そう、めっちゃこれイケてるから貼っちゃえよ、うん、ランドセルにみたいになって、うん、で俺もえマジでみたいな、行っちゃうかみたいなで貼ったんだよ。うん、でもうそんなさ、ステッカー貼ってるやつなんかいないからさ、いないなランドセルに、うん、次の日とか俺めっちゃ恥ずかしかったんだ。そのランドセル背負っていくのが。結局ね。でも、うん、もう、その本当1日2日で慣れて、うん、でも俺ずっとだからランドセルに、ど真ん中に、そのステッカー貼っていった。確かに、なんかないよね、ステッカー。今はさ、ステッカーというか本当、ランドセルの色が結構水色あったりとかさ、うん、すごい、なんか薄ピンクとかさ、うん、いろんな種類があるからさ、うんうん、今の子たちはさ、いろんなこう、ね、自分の好きな ね、そういう楽しみ方もあるよね。その時はやっぱ、ギリステッカーかな。うん、俺ステッカータイプだったんだよな。なんか、ちょっと待ってね、なんか、いいですか、すいません。なんか、どうぞどうぞ。深沢くん、小学生の時はモテましたかっていう風に外から。ちょっと待ってください。あ、ごめんなさい。そのトーク、ちょっと。この後のやつで俺の方であります。すいません。じゃあ OK、続けてください。はい。あんまり余計なことちょっと、うん、すいません。あんまりすいません、やめてもらってもいいですか。はい、ありがとうございます。でも、はい、ありがとう。じゃあみーさん、こんな感じでした。はい、はい、ありがとうございます。じゃあメールの方いけるかな。はい。ラジオネーム、はい、しほさん。しほさん。スノーマンの皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。先日、はい、とある雑誌の、とある雑誌を、アンケートの読者が選ぶ結婚したいランキングで、うん、平野翔くんと山田涼介くんなど王道イケメンを抜いて見事1位に我らがスノーマンの深澤くんが選ばれました。ありがとうございます。本当におめでとうございます。はい、普段の YouTube などでのさりげない相槌やメンバーへの絡み方、手の振り方、うん、服装、また雑誌での恋愛系の質問などの受け答えで、うん、ジャニーズ一のリア子枠だと、スノーマンファンの中ではとても有名なことなので、あまり驚きは、しなかったのですが、うん、他のジャニーズグループのファンの友人はとても驚いていました。かっこわら。そこで一つ質問なのですが、うん、メンバーの皆さんは、深澤くんがリア子だなぁと思ったことはありますか？普段から一番近くにいるからこそ分かることもあると思うので、うん、もし何かメンバーから見た、ふっかさんリア子エピソードなどあれば教えていただけると嬉しいです。ということですね。これはまあ、素直に、ただ俺が嬉しいだけのお手紙ですけども。いや、そうなんですよ。うん、とある雑誌でね。1位に輝いたんですか？そうなんですよ。これ、本当に、んー、まあ、やっとかって感じですね、正直。その、やっと、まあ、この深澤の、まあ、リア子っていうのが、ちょっと、俺正直、そこの意味があんまよくわからないんだけど、でも、こう、なんかこう、こう、1位に選ばれたっていうのは、すごく嬉しいことですよね。いや、すごいっすね。はい。でも、佐久間くんがなんかカンペ出してんのよな。なんて書いたのあれ。俺読んでいい？うん。70代限定アンケートじゃないの？うん、違うよ。そんな、その、絞らないでしょ、その、代を、その、なんでそのピンポイントでそこ絞っちゃうの？その、もっと幅広いよ。いや、でもこれすごいよね。いや、これはすごい嬉しいことですよ。
で、リアコ、そうだね、リアコ、はい。そう、それぐらいもわかんない。まあでも、確かに、うん、確かに、リアコかもね。ええー。やっぱ優しい、優しいし、うん、優しくこう包み込んでくれるような感じ、はい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 、で、やっぱ面白いんですよ。いやいやいや。この面白いっていうところは、あのね、絶対モテ要素の中で結構大きいと俺は思ってて。面白かったら、うん、いくら一緒に長くいても、うん、飽きないから。ああ、まあまあ、それはそうかもね。絶対。うん。面白い人といるのいいもんね。そうそうそう。うん、だから、なんか、すごい、俺は言ってることはわかるなっていう感じですけど。嬉しい。めめに言われるの嬉しいですね。うん、でも、俺、その、リアコっていう言葉はもちろん知ってるよ。知ってるんだけど、その、意味がよくわからないというか、なんだろう、その、リアルにいそうってこと？まあ、そういうことでもあるんじゃないですか。そういうことでもある。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。ああ、そういうことでもある。リアルで、ちょっとなんかこの、リアルな恋。はいはいはい。が、そのね、想像できやすいっていう。ああ、なるほど、なるほどね。そういうことなんじゃないですか。そういうことですよね。そうですよね。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。すごいね。嬉しいですね。でさ、結婚したいランキングだから。いや、みんなが結婚したいと思ってるわけよ、ふっかさんと。いや、もうこの全人類がってことでしょ？全人類が。まあそういうことか。いや、それは嬉しいよ、俺も。うん。まあでも、俺は、まあまあ嬉しい、その1位に選んでいただいて。はい、でも、やっぱ俺はこう応援してくれる、こう、ファンのね、みんなが俺からするとやっぱもう、まあ彼女であり、まあまあ恋人であるので。まあまあまあ、ちょっと、これ以上はあんまあれだけど、その、まあでも嬉しいですよ、この結果っていうのは。やっぱ、平野も、翔とかさ、山ちゃんとかもいたわけだからさ、そこでこう、選んでいただけるっていうのは。まあまあでもすごい1位っていうのは本当すごいことですね、はい。ありがとうございます。でも、ふっかさんがモテる理由俺めっちゃわかるよ。ありがとう。めちゃめちゃ、その言葉で俺一番嬉しいんだよ。めっちゃわかる。ありがとう。共感。ありがとうございます。はい、ということで、はい。以上、スナーク佐久間くん、OK。OK、OK、ありがとうございます。はい。以上、スノートークのコーナーでした。はい。フジヤプレゼンツスノーマンのスノマンマ、文化放送からお送りしております。フジヤプレゼンツスノーマンのスノマンマ、改めまして目黒蓮です。深澤達也です。続いてはこちらのコーナーをお送りします。スノ会議。おー久しぶりだね。大体生でそのエコ聞こえないからね。そうそう、リスナーの皆さんから送ってもらったテーマについて、うん、僕たちスノーマンが討論するコーナーです。ありがとうございます。それではメールを紹介していきたいと思います。はい、じゃあメメ行こうか。はい、じゃあ今度僕行っちゃっていいですか。はい、はい、ラジオネーム、スノーマンのベレー帽姿が好きな安倍深タンのマロさんからいただきました。スノーマンの皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。私がスノーマンの皆さんに討論してほしいことは、うん、告白についてです。はあ、私には仲のいい男女、4人4人、ほうほうほう、男女4人4人、うん、で、まあ、8人のグループがあって、うん、その中の1人の男の子のことが好きです、その8人で夏休みに海に行こうと話していて、うん、その時に私は告白しようかと悩んでいます。はあ、そこで質問です。女子からの告白はありですか？スノーマンさんの中でも告白したい派とされたい派で分かれていたと思いますが、うん、ぜひ意見ください。お、正直脈ありかどうかも分かっていないので、もうとても怖いなという気持ちがあります。お、その男の子は学校で会ったら手を振ってくれたり話しかけてくれたりします。これって脈ありだったりしますか？このことも意見いただけたら嬉しいです。うん。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、これはいいね。こう、青春というかさ、うん、本当、で、海に行くんだよね。はい、海に行きます。まあ、男女4人4人の、まあ、計8人、いる、うん、まあ、グループがあって。まずはやっぱ2人になれる空間を作んなきゃいけないよね。はい、でも、どうですか？まず、うん、ふっかさん自体、心は、うん、その告白をしたい派とされたい派ってありますか？多分これされたい派ですよね。あ、僕は、はい、はい、はい、ありがとうございます言っていただいて、されたい派でございます私は。されたい派ですよね。めめはちなみに、僕はまあしたい派ですね。そうだよね。そうそうそう、はい、そう、っていうのがあった上での、そうね。でもその相手の男の子がその脈があるかないか、うん、本当にわからない、うん、から怖いなって気持ちですと、うん、でも学校で会ったら手振ってくれたりするんだ。いや、いい、なんかやっぱそうとか話しかけてに来てくれたりとか、うん、
するらしいんですけど、うん、これはもう脈ありなのか、うん、ないのか、まず どっちだと思いますか、うん、俺個人的な見解としていいですか、はい、僕はその感じいくとあると思います。で、理由だけ言っていいですか。まず親しい、その子とちゃんと親しい関係性でなければ、はい、まず話しかけに来てくれることなんてまずないわけです、うん、で、これ次がポイントなんですけど、手を振るって、うん、なかなか学校内でやらないと思うんです僕。手振るって結構逆に度胸いるんですよ。好きじゃない子に手振るそう、まあ、そうだよね、うん、俺も全く同じだわ。 ありがとうございます。これで脈がもしね、もしなかったら、うん、手振らないでよって思っちゃうもんな。俺はだから、俺とメメの見解で言うとこれに関してはあると思うっていう、うん、てかもうあってほしい。そう、俺も願うよ。で、44仲がいい44ね。そうで、そういうことか。告白をね、うん、もうしようと思ってるんだって、うん、海で。俺はした方がいいと思うよ。気持ちをちゃんと、うん、気持ちをやっぱ伝えるっていうことが大事じゃないですか。これはどうなんだろうね。これ泊まりなの、うん、それ日帰りなのか。いやー、ちょっと待ってください。44ですよね。泊まりはないか、ごめん、泊まりはない ね絶対。ってことはまずこうどうにか泊まらないでほしいもん俺だって、うん、なんか44で。ああなるほどね。なんか佐久間さん、なんか どんなことを言えばいいですかって、その、まあ、佐久間さんちょっと落ち着いてください、うん、こっちも段取りがあるんですよ。段取りがこう順番があるんですよ。ちゃんとどんな風に告白すればいいのかっていうのはもううちのふっかさん、結婚したいランキング、うちのふっかさんに言ってもらうんで、うん、実践してもらうんで大丈夫です。当たり前だよ、落ち着いてください。任せろよ、お前。で、はい。まあ、いつのタイミングですか。ね、まずこれって、このアクションを起こすには、まず、44っていう、やっぱ人数が多い。うん、どうにか11っていうタイミングを作んなきゃいけないわけですよ。はいはい、で、その時に、まあ、仲がいいのであれば、例えば、海行くんだよね。例えば、海の家があったり。はい、まあ、なくても、ちょっとなんか喉乾いたね、うん。物持てないから一緒にちょっとついてきてっていうので、こう、まずは、誘う、一緒に、二人になる空間を作る、うんうん。で、作って、そこからね、攻めるなら。なるほど。それって結構、うん、じゃあ後半ですか、その海にいる。後半です。後半に。じゃあその、相手の男の子を呼んで、うん、好きな人を呼んで、うんうん、二人きりになりました。じゃあ、ふっかさん、どういう、なんて言うんですか？わかりました。お願いします。はい。結婚したいランキング1位。はい、わかりました。お願いします。はい。うん。ねえ。目黒くん。じゃあ、エコー、入れないで。ねえ、入れてるじゃん。私のこと、どう思ってるの？そうなんだ。実は、私、あれどうしたの？大丈夫？ずっと前。あれ、深子どうしたの？そんな。大丈夫？ちょっと待って、考えすぎちゃって。あなたを考えると、夜も眠れないのよ。目黒くん。怖いな。ずっと前から、目黒くんのことが、好きでした。好きでした。付き合ってください。ああ。はい。こんな感じですね。結構でもストレートっすね。はい、結構ストレートに言います。でもあの、チュキでしたになっちゃったところは、ポイントですか？あえて、間違えるってことですか？いや、緊張しすぎちゃって、口が震えちゃってチュってなっちゃうっていう、こう、一個ポイント。あ技。なるほど。あ、技なんすね。技。可愛いって思う。今俺がやってるから可愛くないのよ、別にその。はい。確かに。確かにやめろよ。確かに早かった。いや、ごめんなさい。いや、そう。だけど、こういう、でもなんか、俺はストレートでいいんじゃないかな。で、格好なんだけど。うん。おー、そこまで。はい。これ、水着だと思うんですけど、あえて、まあ、持ってなかったらあれなんだけど、なんかちょっとさ、水着の上からさ、着る、なんていうの？スカート、わかる。なんていうのなんていうんだろう。わかる。わかる。とにかく、あんま、そう。露出しない方がいいかも。そう。パレオか。パレオかな？パレオでも、パレオって腰に巻くやつでしょ？あれをさ、なんかあれわざわざさ、この、違う。で、白 T ぐらいでいいと思う。あ、そう。ちょっと隠した方がいい気がする。を着るぐらい。うん。俺はそっち、もうそう。そっちの方が絶対いいと思うんだよね。で、結構じゃあもうほんとストレートに。ストレートに行った方がいいと思う。でも絶対二人の空間を作って。うん。じゃないと。あとは周りのさ、友達もさ、ちょっと分かってるのかな。あ、どうね、女の子の友達とかも。だから、ちょっとお手伝いしてもらうじゃないけど、ね、ちょっとさ、うん、こう、ね、それはいい、なんかそういう空間に持っていきやすいように。うん、知ってればね、周りの子たちが。やってもらえたらね。いいね。多分絶対女の子同士って、うん、絶対なんかそういう恋のお話とかすると思うから、うん、多分知ってると思うんだよね、仲がいいってなると。うん、したら、ちょっとやっぱ、一緒にこう、協力して、の方がやっぱいいよね。うん。なんか、こう、うまく気持ちがね、全部伝わって、
伝えられたらね、いいですよね。伝えることがまず大事だよね。うん、だちょっとこの、結婚したいランキング1位のふっかさんの、うん、あの告白、ちょっと参考に。参考にしてみてよ。してみてはいかがでしょうか。はい、お願いします。ありがとうございました。はい。じゃあ、以上、素の会議のコーナーでした。それでは一曲聴いていただきましょう。曲紹介をふっかさんお願いします。はい、7月13日リリースのスノーマンのニューシングルから、うん、初回版 A のカップリングを初解禁いたします。初だ、初出しでございます。ありがとうございます。はい、それでは聴いてください。スノーマンでワンダフルサプライズ。藤谷プレゼンツ、スノーマンのスノマンマ。それではここで藤谷からのお知らせです。藤谷洋菓子店ではフルーツのプリンショートが好評発売中。いちご、キウイ、黄桃をサンドしたショートケーキの上にプリンを乗せた豪華スイーツ。プリンもショートケーキもどっちも楽しめちゃいます、うん、ということで早速いただきます。そうだ、どっちもだよ。いやもうこれはもうどっちも楽しめちゃうんだよ。すごすぎるでしょこんな贅沢な、ね、いただきます。うわ、めっちゃうまそうだな。うわうわ、うまそう、マジでうまそう。うまっ。あ、すいません、おいしい。どうどう。いや、あのね、本当に一度で二度美味しい。もう本当ね、どっちのいいところもギュッて入ってますし、やっぱりあとね、フルーツがいいね。いいっすね。もうまさに絶品、すごい豪華スイーツです。お、じゃあそして、はい、夏の彩りフルーツプリンドルチェが6月17日金曜に新発売。よし、バニラムースの上にプリン、そしていちご、メロン、黄桃、巨峰などのフルーツを華やかに飾った一品です。じゃあ僕いただきます。いただいてよ。どうなの。うん、うまっ。うわ、美味しそう。ああ、確かにこう華やかな、確かにね、見栄えと、そうね、見た目もすごくいいね。なんかこう上品な甘さと、うん、そしてこのなんかフルーツとのね、うん、相性も最高ですよ。いや最高やな、これマジで。マジでうまいな。え、しかも6月17日発売。お、ってことはこれもしかして、あ、明日。そうですね、明日ってことですよね。うわ、もうぜひ、ね、ぜひ食べてほしいね。皆さんにもチェックしていただきたいなと思います。はい、さてここでリクエストが来ています。うん、プリン、ショートケーキといえばブラザービートの歌詞で、まあ、取り合ってプチ喧嘩していましたが、メンバー同士の旗から見たらちょっとくだらないプチ喧嘩を教えてください、うん、とのことです。お、深さん、ありますねこれは。あの、まあ、他もやってんのかな、わかんないけど、身長どっちが高いかっていうのをよくさ、こう雑誌とかで言うと、こっちから背の順に並んでくださいみたいなのがあるわけですよ。うん、でその時に前と後ろっていうのはなんとなく決まってくるんだけど、そうだね、やっぱ真ん中って結構僅差になってくるわけ。うんうん、でその時にいつも、まあ、自分のことになっちゃうんですけど、うん、俺とコージがどっちが高いかでずっと揉めてんのよ。これってぶっちゃけ、うん、どっちが高いんですか。いやこれね、本当ね、本当リアルリアルにガチガチに、あのね、向こうは認めないんだけど絶対俺の方が高いんだ向こうは絶対認めないの。あ、でだからさ、やっぱその時履いてる靴とかにもよるからさ、靴を脱いでちゃんと測ったりして、うん、で髪もちゃんと潰してね測るわけよ。でも俺の方がやっぱ大きいのよ。あ、そうなんだ。でも浩二はいや、なんか、うん、外の人もなんかずっと顔の大きさとか言ってるんだけども、うん、違う、もう本当にこれね、本当やった方がいい、近いうちちゃんと。ああ。測った方がいい。確かにそのイメージありますね。うん、そうそうそう。そこのね、ちょっとこう、で、ちょっとみんな笑うみたいな。そう。ちょうど真ん中なのよ。うん、で、なんか謎にそこに佐久間くんが入ってくるときもある。そうなの。なんで来たって。ただのなんか、揉めるコントしたいやつみたいな。うん、ずっと。で、あと佐久間は一番後ろになんか急に行く。わかるわかる、うん。で、逆だよっていう。そう。ああ、そうか。つって戻るんだけど、ね。そう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 。まあ、ちょっとまあ、プチ喧嘩ですね、本当にこれは。うん、まあ、本当に年度もそういう楽しい感じの、ね。うん。やってますよ。結構ありますけど。はい、じゃあそして、まあ、商品の画像はですね、うん、番組ツイッターでチェックしてください。はい、皆さんも藤谷のケーキでスマイルスイッチしてください。藤谷からのお知らせでした。藤谷プレゼンツ、スノーマンのスノマンマ。文化放送からお送りしてきました、藤谷プレゼンツスノーマンのスノマンマ、エンディングの時間になってしまいました。ここで僕たちスノーマンからのお知らせです。はい、スノーマンのニューシングルオレンジキスが7月13日にリリースされます。はい、はい、メンバーのね、岩本照主演の映画萌え彼はオレンジ色の主題歌になっています。よろしくお願いします。
この番組ではリスナーの皆さんからのメールを募集しています。ふつおた、素の告白、私実は、素の会議、素のレポートなど、番組宛にたくさんのメールをお待ちしています。メールアドレスをふっかさんお願いします。わかりました、いきます。 snowman@joqr.net です。 snowman@joqr.net です。番組に関するお知らせは番組の公式ツイッターをご覧ください。お願いします。お願いします。いよいよお別れの時間が近づいてきましたが、あっという間でした。本当に早くね。早かった早かった本当に。うん、いやでもなんか久しぶりだったけど、うん、やっぱすごく楽しかった。いやこちらもです。本当にあのすごいメメと二人の空間っていうのは本当にガイさん、ガイさんがいるんだけどさまあまあガイさんはまあいるんだけど、やっぱこの空間っていうのはすごく楽しいですね、うん、トークできるっていうのは。また近々ね、ぜひまたできたらいいですね。お願いいたします。はい、お聞きいただいてありがとうございました。今夜のお相手はスノーマンの目黒蓮と深澤達也でした。それでは皆さんバイバーイ。富士屋プレゼンツ、スノーマンのスノマンマ。この番組は富士屋の提供でお送りしました。